どうも、キリちゃんです。ちょっとした諸事情により、ちょっともう3月、3日まで活動停止したいと思います。せっかくね、派遣社員の方も収益化1000人いったところなのに、ちょっと申し訳ないです。ちょっとね、した理由で笑うことができなくなりました。はい。なので、派遣社員の方はね、2月19日の月曜日分までストックがあります。はい。なので、元気があるときは、その3月3日かなんかまでストックは作れたら作っときます。キリちゃんの方のメインの方はちょっと難しいかもわかんないです。はい。その理由は、3月4日の動画で、3月4日月曜日の動画で、お知らせしたいと思います。ちょっと理由はね、話せませんけども。ライブも毎日してただけに、ライブで、ちょっと暗い顔はちょっとまずいと。本当、ちょっと、申し訳ない。ただ、途中で変更になるかもわかんないです、それはね。3月3日より後回しになることはないと思うけど、元気なかったら伸びるかもわからへんし、それより早く活動するかもわからへんし、それはちょっとわからんです。はい。なぜ私くし、メンタルが弱いんで、でもこんな状態やったら仕事できひんな。ほんと。分かる人には何があったか分かると思いますけども。はい。ってなわけで、しばらく活動を休止するいうことで。そうやね、耳の日言うんですか？ 3 月3日なんて。はい。それまでお待ちくださいませ。はい。それでは失礼します。